こんにちは、エヴァとたけしです。今回は他人に対する期待値が高いとイラつくことが多くなるというテーマでお話ししていきたいと思います。人間は想定外のことが起きるとイラッとするようにできています。自分が思っていたのと違うことが起きると怒りが湧き上がってきます。例えば、私は素晴らしい人間なので特別扱いされるのが当然だと思い込んでいる人が特別扱いされないと怒り出すことがあります。そして特別扱いしてくれない相手を攻撃することがあります。お前は俺の凄さがわからないのか、お前は本当にバカだな、お前は無能だから俺の能力の高さに気づくことができないんだ、などと罵倒することがあります。このような切れ方をすることが多いという人は、自分の思い込みを確認する必要があります。このような人は、自分の想定と違うことが起きることが多いから、切れる場面が多くなります。想定に無理があるから、想定外のことばかりが起きてしまいます。なので、自分の想定を調節することで、怒りを感じる場面を減らすことができます。例えば、私は素晴らしい人間だ、と思うのは悪いことではありません。しかし、特別扱いされるのが当然だと思うのには無理があります。なぜなら、すべての人間がその人の素晴らしさに気づくことができるとは限らないからです。私は酔っ払った人に、俺が誰だか分かってるのかと絡まれたことがあります。私はその人にその時初めて会ったので、その人がどんな人間なのかが分かるはずがありません。なので私は、すいません、あなたがそんなに偉い人間だとは知りませんでした、次からは気をつけるので今回は勘弁してもらえませんか、と言って許してもらいました。このように、どれだけ素晴らしい人間でも初対面の人に自分の素晴らしさに気づいてもらうのは難しいことです。また、たとえ自分の素晴らしさに気づいてもらえても、特別扱いされるとは限りません。世の中には、どんな人間に対してもフラットに接したいと考えている人はたくさんいます。そのような人は、相手の肩書きや社会的地位によって態度を変えることはありません。この人は偉いから特別扱いをしようとか、こいつはバカだからいじめてやろう、などとは考えません。たまに、俺は部長で偉いんだぞ、俺を特別扱いしろ、という態度がにじみ出ている人を見かけますが、そのような人は、一歩会社の外に出てしまえば、肩書きなんて関係ない、ということに気づいていません。そのような人が、おい、俺は偉いんだぞ、と店員に絡んでいるのを見ると、ちょっと期待値が高すぎるんじゃないですか。他人に期待しすぎると、イライラすることが多くなりますよ、とアドバイスしたくなります。ということで、自分を素晴らしい人間だと思うのは悪いことではありません。しかし、だから私を特別扱いしてくださいと他人に求めるのはちょっとやりすぎです。私は素晴らしい人間だ。でも、私の素晴らしさに気づいてくれる人と気づいてくれない人がいる。私の素晴らしさに気づいてもらえないと、少し寂しくなるけど、切れるほどのことではないぐらいに想定しておくのがいいと思います。そして、私は素晴らしい人間だからといって、特別扱いされようとは思わない。そう考えられるのが私の素晴らしいところだ、と自分を褒めてあげましょう。あれ、最近他人に対してイラつくことが多いな、と気づいたときは、自分がどんなことを想定しているのかを、確認してみてほしいと思います。そして、まあ、私は愛される存在だけど、愛されない時もあるよね。私の魅力に気づいてもらえない時もあるよね。となるべく想定外が起きないように調節していきましょう。